どこに来てるかと言いますと、世界遺産ハニ族、甲賀ハニ族の棚田です。まあ、見てください、これですよ。こりゃすごいですね。やっぱり世界遺産になるだけのことありますよ。いやー、こりゃすごいですわ。向こうも向こうまでずっと続いてますね。で、まあこういう三輪バイクが来るわけですね。で、この車がですね、チャーターしたわけでも何でもないんですけども、なんとホテルで観光客にというか、そこの宿泊客にですね、私をスキー場に連れてってくれというような感じで、まあ最寄りのバス停かなんかに連れてってくれんかと頼んだらですね、いやー、これは素晴らしいですね。これは、あ、課長さんか、アヒルさんですかね、泳いでますね。いやー、これはもう、もう屁みたいな世界遺産もありますけど、これはすごいですわ。よくぞ来たというですね、感じですね。いやー、こりゃすごい。これはもうやっぱり、これはすごいです。これが一応展望台になってますね。で、こちらにいらっしゃる方々が、私を連れてきてくれた、やーい、もう今手を振ってくれたのが奥さんで、ドクターで、私を写されてるんかな、ひょっとしたら、こちらがそのお母さんですね。向こう、旦那さんとあれです。まあ要は個人の車に乗っけてもらったということですね。まあ素晴らしいです。もう素敵な中国人ばっかりに会ってますね。もうなんて幸せな旅行をさせていただいてるのか、もう感謝の言葉もありませんね。まあ彼らがもし福岡に来ることがあれば、精一杯、案内してあげたいなと思いますね。いやー、素晴らしいな。もう、まあ何も、まあ、今回のは特別なんですけども、昨日もホテルは出たのはいいけど、もう場所が分かんなくなってですね、困り果てて、まあ普通のホテルの人たちに聞いてもなかなか拉致が開かずに、最後は薬局に行ったら、親父親切ですね、客に電話をホテルにさせて場所を確認して、で、私はホテルまで連れてってくれましたよ。もう本当にまあ素敵な人たちばかしですね。これはもう私の宝ですね。こういう人たちに巡り会えたっていうのは、現地の女の子ですかね。いやー、これはでも日本人も来るべきですよ。これはできりゃ
本当個人旅行をしていろいろ触れ合ってもらって、本当はどういうものかというのをやっぱり知ってもらいたいなと思いますね。いや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 、すごい、これは素晴らしい、あまりに素晴らしくて残りが少なくなるのもいけないんで、これぐらいにしときましょう。シェイシェイ。